はい、どうも、こんにちは。今回は、この裏すりの作り方の紹介の動画です。はい、試しにこの1時間ぐらい前に C2 の裏すりを作ってみました。まあ、こんな仕上がりですね。まあ、結構画質は綺麗めに作れてあります。まあ、はい。で、今回作るサイズは、バトルスピリッツだとか、まあ、遊戯王、ヴァンガードのサイズで作っていきたいと思います。プリンターが動いてるんで音が入るかもしれません。はい、では早速、パソコンでの作業に移りたいと思います。今回作成に使用する、ソフトは、ペイントツールを使いたいと思います。このパソコンにはワードとかエクセル入ってないので、その手のものが使えないので、まあ、ペイントでいきたいと思います。まあね、変なアプリケーションとか入れたくないんでね。では、早速。早速、事前準備なんですけど、サイズ変更、事前準備なんですけど、まあ、使いたい画像をネットから探しておきましょう。まあ、ここら辺に置いときますね。こちらですね。で、今回は、サイズ変更を押していただきます。寄りましょうか。微妙に寄りましたね。ここには書いてます。サイズ変更をクリックしていただきまして、ピクセルにチェックを入れます。それで、縦横の比率を維持するっていうマークにチェックが入ってるんですけど、まあ、これチェックなくしてください。そしてピクセルの、ここの画像なんですけど、水平方向の高さを236に変更。で、縦を363に変更してください。こちらのサイズは、こういうスリーブのサイズですね。こういう遊戯王とかのこの一般的なこういう、見せましょうか。ヴァンガードとかこういうスリーブのサイズの若干小さめのサイズに合わせてあります。で、これで OK を押していただきますと、まあ、この縦長のこの四角が出来上がりますね。で、こちらのサイズに合わせれば、裏反りの、サイズが出来上がるというわけです。で、今回は、まあ、色は適当に赤でいきましょうか。赤を、色を、クリックしていただきまして、塗りつぶしをクリックします。ここですね。それで、まあ、塗りつぶしましょう。まあ、これは置いていきましょうね。で、もう一回、もう一回じゃねえよ。次はこちら、画像ですね。画像ファイルを、右クリックの編集をクリックでペイントが開かれます。で、こちら、今回初音ミクの画像を使いたいと思います。で、こちらも、サイズ変更していきましょう。まあ、このままですと、まあ、顔しか入らないとかいう状況なので、今回はサイズ変更ですね。で、縦横の比率を維持して、ピクセルにチェックを入れまして、縦横の比率を維持するは今回はこの画像の場合、こちら、ですね。原画の場合、チェックを入れておきましょう。で、もともとの、さっき合わせたのが363なので、まあ、垂直方向のピクセルを400ぐらいですね。ちょっと多めに入れておきましょう。そしたら、このようなサイズになります。で、まあ、キャンパスをちょっと大きくしまして、先ほどのこの赤ですね。こちらを、右クリックのすべて選択でコピーをクリックします。あ、コピーですね。ちょっと待ってください。コピーをクリックします。で、こちらの画面に移ってもらいまして、貼り付けで、この画像のサイズに合わせれば、裏刷りなので、まあ、大体僕はここら辺で画像を切りましょうか。なので、この100、見えるかな？やるか。このぐらいやろうか。ちょっと待ってくださいね。よし。もうちょっと上向きたい。ここら辺の画像を使いたいと思うので、ここにあります。マス目ですね。3、180ぐらいですね。そこで切りたいと思います。まあ、これはちょっと溶けておいといて、この辺りですね。
この辺りから切っていきましょう。この辺りから範囲指定してもらいまして、右クリックのトリミングをクリックします。そしたら、こちらが切れますので、こうですね。切れました。これで左側が揃ったことになります。なので、もう一回貼り付けをクリックしてもらいまして、このように作りたいと思いますので、この画像の場合ですと360なんですけど、この下が。ここまでいらないので、ここに貼り付けておきましょう。赤いの。こちらの赤い、画像の、こうですね。こちらの左側のラインと、このギリギリのキャンパスの、この左側の、重なるようにですね、貼り付けておきます。これで、横の長さが確定しました。で、これですね。こうですね。続きまして、もう一回貼り付けで、ここの画像を使いたいので、まあちょっと、あれですけど、縦の長さは構わないので、このまま、いきましょう。続きまして、こちら、縦の長さを知りたいので、こちらの、今貼り付けました右側の、この下の赤いやつの右側のラインと、こちらの今持っているこれの左側のラインを重なるようにしまして貼り付けます。このぐらいのラインですね。で、ちょっと上げましょうか。よいしょ。はい、ここですね。これで縦と、縦の長さと横の長さ確定しました。なので、こちらの選択をクリックしてもらいまして、サイズをトリミングしたいと思います。寄りましょうね。この十字キーのこの端っこで、この端っこから画像、範囲指定してもらいまして、見えなかったですね。右クリックの、またトリミングをクリックします。これで、これの裏すりが作れるわけですね。で、続きまして、もう一回右クリックしてもらいまして、すべて選択クリックの、上のコピーですね。ここのコピーをクリックしていいと思います。まあ、それで、この選択画面をちょっとクリックしてもらって、この点線をなくしますね。このままこのキャンパスを大きくすると、ミクの画像が大きくなっちゃうので、これでキャンパスを大きくしていきます。これで、ですね、印刷に移りたいと思いますね。印刷するにあたって、ですね、カードが、今回作るのが遊戯王とかのサイズなので、40枚で、ま、一つのデッキなので、40枚ワンセットと考えると、ですね、8枚印刷を5枚繰り返せば40枚なので、1枚に8枚のサイズでやっていきたいと思います。ま、貼り付けをクリックのミクを量産していきましょう。画像と画像の間は、このメモリ一つ分ぐらい開けておいた方がいいでしょうね。カッターで印刷するんで、こう重なってたりすると、まあ、失敗した時のために、ちょっと僕開けてます。これで4枚できましたね。で、次なんですけど、まあ、これ全体指定して、コピーの、ちょっと待ってね。コピーの、縦をちょっと大きくしまして、貼り付けの4枚印刷で、これで8枚になりますね。これで8枚で印刷していきましょう。あ、ちょっと待ってくださいね。こちらのサイズなんですけど、こちら余ってますね。余ってるのをなくしたいので、こちらもギリギリまで縮めたいと思います。まあ、これで、原画ですね。完成しました。で、続きまして印刷いきましょう。これで、印刷。はい、印刷に移ります。今回使う紙は普通に売られている紙ですね。こちらのプリンター、今、インクが非常に少ないので、色がちょっとおかしくなるかもしれないのですが、それはご了承願いたいです。インクないね。こことここの色があからさまに違うので、インクが全然ないです。買わない。
はい。まあ、できましたね。ちょっと、乾くまでちょっと。はい。続きまして、カットに移っていきたいと思います。10分なんていけるかな。今回なんですけど、まあ、どれでいきましょう。ノーマルでいきましょうか。まあ、こちら、バンガードの、バンガードじゃねえ、バトルスピリッツのカードのサイズですね。まあ、こちら、一番よく見えているのがこれなんですけど、合わせますと、見えてない?よいしょ。合わせますと、うるせえな。合わせますとですね、幅がぴったりなんですけど、縦がちょっと出るんですよね、これ、印刷の関係で。なので、測ってみたら、ここ、上か下を3センチ短くして切っていきましょうということです。今回は、どっちにしよう、上かな。上を3ミリ、3センチ、3ミリですね。3ミリ、上を短くして切っていきたいと思います。はい、今回使用するのは、カッターと定規なんですけども。で、下を切ります。で、今回はこれ3ミリぐらい短く切っていきましょうということで、まあ、目安、まあ、この画像の場合はこの何でしょう、ツインテールの上の部分ぐらいですね。ここが3ミリなのでここで切ります。これで、裏剃りの元ですね、裏剃りが完成しました。それで今回使用するのはこのスリーブなんですけど、まあ、サイズは下に書いておきましょうか。今わかんないんで、確か 90×62 でしたかな。確かそれですね。まあ、このゼアルとか書いてある、バトルスピリッツの人は、ま、この、こういうキャラもののスリーブですね。まあ、ヴァンガードで言うと、このヴァンガードのスリーブのサイズ。このスリーブのサイズの、透明スリーブを使用していきます。まあ、デッキのカードとかを入れました。切ります。いけたかな。これで作れましたね。僕の場合は上からもう1枚かぶせるんですけど、ないな、1枚取るか。よいしょ。まあ、これで裏すりが完成しました。まあ、これ40枚なんで40枚切らないといけないっていうのが苦痛なんですけど、これで自分の好きなキャラクターでスリーブを作成することができます。まあ、今回のこの作り方めんどくさいよっていう人は、まあ、下に、この動画の下に貼ってある、まあ、リンクだとか僕のチャンネルから、ブログに飛んでいただくと、まあ、この C2 とか、画像を、貼っておきます。元の画像とか原画とかも貼っておきますし、この、これですね、この8枚体制のこの紙を貼っておくので、まあ、保存していただいて、まあ、コピーすれば、コピーして、まあ、上か下を3ミリなんですけど、短くして切っていただくと、作れるようなスリーブを貼っておきますので、そちらもよかったら見てください。では、今回は裏すりの作成動画でした。